もうほぼ全てのシャッターに落書きが書かれています。こちらも窓ガラス割れてしまってますね。なくなったりして、今私一軒だけの。人口およそ15万8000人の町、釧路市。町の中心部には使われなくなったまま放置された建物が多く残っています。釧路駅から歩いておよそ10分の場所にある7階建てのビル。繁華街の中心にありますが、17年もの間使われていません。こちらひどいですね。屋根がもう抜け落ちてしまっています。近くにはですね、危険注意と書かれたテープも貼られて入れないようになっていますね。もう電線むき出しになっていましてですね、もう中もかなり錆びてしまっています。この建物はかつて百貨店でした。丸三鶴屋から丸井舞釧路店となり、長年多くの市民に愛されてきました。しかし経営悪化により丸井舞釧路店は2006年に閉店。その後、札幌の不動産会社が建物を取得し、新たな商業施設として再スタートすることが発表されました。壁にロゴが施されはしたものの、その後計画が頓挫し、オープンすることはありませんでした。2008年には別の不動産会社に建物が売られましたが、その会社にも使われることはなく廃墟と化しました。この状況を市民はどう見ているのでしょうか。こちらのリュックが、閉店時のセール。まさにここの。そう、ずいぶん錆びれたなっていう感じで、ちょっと悲しいです。景観悪いだけじゃなくて、なんか雨が、大雨が降ったり風が吹いたりする危険だと思います。こんな大きなものなので、市役所が先にどうにかしてほしい。市はビルの所有者に対して再三対応を求めてはいるものの、返事が一向になく話が進まないままだといいます。これ自体も我々が投げるという話とかにはならないので、はい、一応ここで土のを積んで、保管、こういう形で保管しているっていうような状況ですよね。法律上は解体をして、その解体した費用を所有者さんに求めるということは可能ではあるんですけれども、我々市の立場としては、まずはこの建物自体は所有者さんしっかり責任を持って対応していただきたいというふうに思っているところです。市の中心部には使われていない建物が他にも。こちらもかつては丸と北村という百貨店でしたが、2000年に閉店。壁は剥がれ落ち、近くの歩道は通行禁止になったままです。釧路駅前に来ましたが、正面にあるこちらの建物もやっていませんね。入り口が木の板で塞がれてしまっています。廃墟化している建物はJR 釧路駅のそばにも目立ちます。こちら釧路駅の裏側ですが、駅裏の方にもですね、使われていない建物が並ぶエリアがあります。駅のすぐ裏手にある通り、鉄北センター。およそ50年前に生まれたこの路地は、かつては飲食店などが50店舗以上軒を連ねる市民の憩いの場だったといいます。結構にぎわってましたよ。そこの小さなのがたくさんありましたからね。案内してくれたこちらの男性は、釧路観光ガイドの会会長の木村博明さん。木村さんは
市民に町の未来を考えてもらうことを目的に、去年から釧路市内の廃墟をめぐる廃墟ツアーを始めました。ネット見ると釧路の廃墟たくさん出てますから、僕はびっくりしたんですけどね。見渡す限りシャッターばかりのこの通り、明かりがついている店を見つけました。中はカウンターのみの小さな居酒屋、切り盛りするのは秋山紀美子さんです。前の店主からこの場所を引き継いでおよそ15年、このノスタルジックな雰囲気を求めて若者も多く訪れるといいます。20代から90代まで来ますよ、ね、亡くなったりして、まあ、今私一軒だけなんです、ここへ。この通りは、この通り一軒だけなんですか。はい、私だけ。なぜ釧路の中心部に廃墟が増え続けているのでしょうか。地域経済に詳しい専門家はこう分析します。昔栄えすぎたっていうか、その部分で、まあ、大きな取り壊しにお金がかかる建物がたくさんあるんですよね。昭和40年代から50年代、かつて釧路港は水揚げ量9年連続日本一を記録。炭鉱や巨大な製紙工場もあり、釧路に行けば儲かると言われる時代でした。中心部の廃ビルもちょうどその頃建てられたものです。近年港の水揚げ量は5分の1以下に減り、炭鉱も閉山。90年以上続いた製紙工場もおととしついに撤退しました。今は車社会。市の郊外へのショッピングセンターの進出も増え、中心部の商業施設は衰退の一途をたどっています。もうじゃあ厳しいですよね。あの建物を使ってとなると、まあそうですよね。放置されて5年10年っていうと、水道関係、電気関係全部ダメになっちゃうので急速に価値が下がるんですよね。民間として何もしないのが一番利益が出る状態に結果としてなってしまってる。中心部のにぎわいを復活させたい釧路市は、駅周辺を整備する計画を来年度中に取りまとめます。整備後の駅前には市民が集まる憩いの場や公共施設を作る計画です。昭和55年、1980年をピークに人口減少が続く釧路市。ただダメだダメだじゃなくて、夢を与えるようなプランマスタープランがあって、10年かかっても20年かかってもできればいいなと思いますよ。